来ちゃった。おはようございます。やばい、目が真っ赤。全然真っ赤だわ。おはよう。やばい、目が真っ赤。申し訳ない。何よ。おはようございます。皆さん本当に朝からありがとうございます。よっ。今日昨日と一緒のスケジュールかな。とりあえず45分まで配信したら7時1分からもう一回配信しようかな。パクさんハートありがとうという感じです。おはよう。おはようございます。リュウセイハートありがとう。ユマポンハートありがとう。絶賛2時間睡眠でございます。なんか全然夜寝れなくて、こうちゃんハートありがとう。おはよう。まあでも配信ちょっと頑張ったらまた寝ようかなって思ってるけん。おはよう。みんなもちゃんと寝れとる？みんなもちゃんと寝れてますか？眠すぎてまだ星集めできれてないのでちょっと出かけます。ごめんね朝から。おはようございます。皆さん今から寝ます。ありがとう。偶然起きてた。ありがとうございます。今日はカラオケをしにちょっとだけ外に出ます。ちょっとだけ外に出ます。おはよう。ふーまありがとう。夜勤中お仕事か。一緒に頑張りましょうね。皆さんの方が朝早くから、朝早くからお疲れ様です。おはよう。四時起きか。早いな。今回のそうかちょっと痛い。寝れてない。高いよねやっぱちょっと。ちょっと最近ねよく充血気味になるんだよね。皆さん朝から王子様とカウントありがとうございます。今日カラオケ配信するよ。寝起きすぎてすっぴんでごめんね。やばい超すっぴん。何時からしようかよ。夕方。
夕方からカラオケ配信しようかなって思ってる。まだ綺麗、本当。寝起きすぎて申し訳ない。休みだけど毎日5時前に起きてるから普通に目覚めた。もう体が覚えてるんですね。いい傾向や。何時からしようかな、カラオケ配信。夕方からしようとは思ってるんだけどね。どうしようかな。おはよう。もうごめんね、めちゃめちゃ寝起きすぎるね。私の中では歌唱力のままです。嬉しい、そうやって言ってくださる方がおるけね、歌唱力も頑張ってよかったなって思います。どうしようかな、これから。昨日の予定通りに行くと6時45分までやって7時1分からの配信なんだけど、どうしようかなって感じ。もうちょ、7時どうしようかな。プーマありがとう。一番高かった ありがとうございます、ほんと。どうしようかな、次。7時半ぐらいにしようかな、ちょっと。7時半、8時。どうしようかな。9時45までやって、7時15からやろうかな。次7時15分からやろうかな。次7時15分からやります。おはよう。来年もあるんですか？そうなんだ。すごい。それ来年あるのもう決定なんですね。なんか、でもやっぱりちょっと決勝行きたかったな 行きたかった感もあるけど、やっぱり。7時15分から配信します。とりあえずこの枠は45分まで配信します。おはよう。満載すぎて。おはよう。本当に配信が始まる20秒前ぐらい やばい、もう本当にそろそろ起きなきゃと思って起きてきた。あと2分、あと1分、あと2分、あと1分、あと1分、あと30秒みたいな感じで あ、もう無理だ、始まると思って起きた。謎にアラームめちゃめちゃかけるやつ 6時に起きればいいもの。5時20分からアラームをかけて、結果5時55分まで寝れてる。それなら最初から5時45分にかけて起きろって感じなんだけど。あ、寝坊してる。ニュースになってる人だね。私がですか？ニュースになってるのかな？なってるのにこの顔はまずいですね。おはよう。おはようってなんて言うんだろうね、韓国語で。
はよう。あんにょん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 。あんにょはせようがこんにちはで、あんにょんがおはようなんだね。ステファシスの寝坊で起きててありがとう。カウントしておきます。頑張ってください。ありがとう、本当に。朝から本当にありがとうございます。あんにょん。それな、睡眠時間2時間でなかなか動けん。それな。なんか昨日、なんか謎になんかめっちゃ悔しくって、ちょっと歌唱力のことが結構自分の中でめちゃめちゃ悔しすぎて、お風呂でめっちゃ、悩んで、私考え事するときって結構お風呂の中か布団の中が多いんですけど、お風呂でめっちゃ悩んで、あ、やばい、これは悩んでしまうわって思いよったら、気づいたらもうお風呂の中で3時半ぐらいになってて、あ、やらかしたと思いましたね。そっから急いで寝て今です。竹本は一旦落ちます。ありがとうございます。カラオケ配信見てからファンになりました。お、じゃあ今日のカラオケ配信も頑張ろう。皆さん朝からありがとうございます。カウントおしなぎよろしくお願いします。トップ10に入ったと思う人よ。カムさんハムネだ、嬉しいです。ほんまそれな、お風呂入りながらさ、こうめっちゃ気づいたらお風呂めちゃめちゃ冷たくなってねやばい、これは風邪ひくわと思ってパッて急いで出ました。今日カラオケ配信する、夕方から。こんなにゆらちゃんを見れて幸せです。ありがとう、ありがとう。今日もいっぱいゆらを見なきゃいけないよみんなよろしくね。見てね。寝るよ、から今日配信夕方から。でも何時からかは決めてないけど夕方からやる。みんなお星様とカウントありがとうございます。もうこの横に揺れとるアバターにすらも愛着が湧いてくるよね。まだツイートしてない方はツイッターでつぶやいていただくとお星様がもらえるので、やら配信中のもいってツイートしていただけるとありがたいです。今日も京都ってゆら曜日、なんかゆらりにハマっております。え、嬉しいいい傾向にある、まあ、こんだけ前ね、いっぱいやってたらね、ハマってるのかなって錯覚しちゃうよねでもぜひハマってください、ゆらに。そう、右目もめっちゃ充血してる。うん、寝起き配信です。次に配信するときにはもうちょっと目覚ましてから配信しますね。はよ、ずっと座っての配信よりかはね、何かしてる方がゆらもやりやすいので、カラオケ配信はちょっとやりやすいなと思います。二度寝いってらっしゃい。どうなんやろうね、なんかでも田中みくさんのファンの方とかも、みくりんさんのファンの方とかも来てくださったりしてると思う、韓国の方は。
デカタールさんじゃ、懐かしい、ありがとう。おはよう。昨日は結構田中美久さんのファンの韓国の方結構多かったと思う。おはよう。しょこかわいい。そんなことないよ。もうすっぴん、すっぴんおっつって感じで。そう、多分プロデュース48で結構韓国の方も48グループにちょっと興味を持ってくださったのかな。次の FNS のノーウェイマンってアイズワンの3人も一緒に踊るんですね。嬉しいと思って、アイズワンの3人も含めたノーウェイマンって書いてあったからめっちゃ嬉しいなって思った。それで帰ってきてくれたのかな。普通にアイズワンさん見れるのもめちゃめちゃ楽しみだし、ノーウェイマンもね見れるのすごい楽しみです。翔太郎元気？うん元気。めちゃめちゃすっぴんだけど。最近めっちゃ気になっててフォローしたよ。ああありがとうございます。嬉しい。ガイルさんありがとう。おはよう。STU のゆらりんことゆらあかりです。なんで気になったんだろう。あ、エイターさんだったのね。いや、ねえおるし、ねえおるし、コメント打ちながら。ノーウェイマンって、でもなんか結構最近ずっとみちゅさんがセンターやったり、ナナさんだったり、横ゆいさんだったりしてたので、オリメンで見れるのはすごく、なんか、久しぶりな感じがしますね。てか、オリメンで歌番組出たことないもんね、多分。そうだよね。じゃあ、初ってことか、オリメンでは。MV でしか見たことないか、ちょっとワクワクしますね。してんの曲。でも次の FNS はね、さくらさんとなこちゃんもいらっしゃるので、嬉しいね。確かに、最初で最後なんじゃないのかな、オリメンの。ノーエマンって、って思ってる。なんかすごい楽しみにしてる。はつみさん、かずにしさんありがとう。 STU のゆらりんことゆらかいです。ピンでごめんね。おはようございます。コメント完了しました。ありがとう。てべんてんてれてれてん。絶対に無理だって世界中の人に言われたわーい。もうわーい。なんとなく確かにマコミくんセットが離れてるのがすっごい嫌かんだけど、もうなんかお互いナコさんはナコさん、ミクさんはミクさんで、もう一人ずつでももうなんか大人になってるのがちょっと寂しい気持ちもありつつって感じですね。さくらさんあんま喋ったことないですね。お疲れ様ですぐらいしか。 M ステスーパーライブも確かに出てほしい。オリメンどうなんかね。ありがとうございます。先生を見てると入ると思ったけど残念。ありがとうございます。そうやって言ってくださるのが嬉しいです。頑張ってよかったです。あやんさん NMB さんのですか。めっちゃ可愛いですよね。お
疲れ様ですぐらい程度ですね。本当でもエネルギーさんとこう一緒になる機会が結構少ないので、ひいなこの同い年コンビが仲良くなってるの考えるね。てか二人の韓国語の上達の速さがなんか分かる YouTube があって、それ見てめっちゃすごいなって思いました。プーマありがとう。ひなこって言われてますよね、二人。応援推しだけど ST の公演行ってからゆらちゃんハマりつつある。おっ人間公演 ST の公演、大阪にチャリティーコンサートで行った時ですか。嬉しいな。ルームフォローしました、ありがとう。もうちょっとね、ちゃんとお顔を綺麗にお化粧してる時にもう一回来てな。おはようなのだ。まあ確かに留学してるのと同じですもんね。でもなんかもう普通にインタビューとかも全部韓国語で受けて韓国語で答えてるのを聞くとなんかもうすごいなって思いますよね。こうなんか聞き取るのはできるけど喋るのはできんとか、喋るのはできるけど聞き取るのは難しいとか結構あるじゃないですか、外国語って。もう全然普通に馴染んでるからすごいなって思う。で歌もダンスもやってさ、韓国語もやってさ、自分の生まれた土地じゃないところで頑張ってるって思うとなんかすごく刺激を受けますね。私も5月の横浜ナック司会再発絶対撮る約束だよ、絶対撮ってね。そこはすごいな、頑張ってな、ありがとう。すごくなんかいい影響を受けますね。ほんとTDC 単独困ったらいいな。 STU のね、うちらはその時まだドラフト候補生だったから出れなかったけど、どんな感じだったんだろう。カノンさんの STU がめっちゃ綺麗だったっていうのは知ってる。ヒデダルもありがとう。 STU 48たまにね帰ってきてるのかな、どうなんだろうね。でもお正月とかもね、どんなんやら帰ってきてほしいですよね。日本でねゆっくり過ごせることができたらいいのにな。だから可愛い好き、それは嘘だ。こんな絶品可愛いって言ってくるな、もう優しさの塊ですね。そんなこと絶対可愛くない。もうやばいよ、来たばっかりだから。あ、でももう学校どころじゃないよね。正直ね、学校行かなくてもそれ以上のものをもう得てるからいいっていう考えなんじゃないですかね。ユニット曲メンバーもやる曲も、くじ引きだったの？ ST の単独か知らなかった。なんかでも衣装可愛かった。サトシさんフォローありがとうございます。 ST のゆらりんことゆらんかいです。 Twitter か755ね始めたいです、会いたいしんよ。アニオタケイジさんフォローありがとう。 ST のゆらです、ありがとうフォロー。朝からみんな早起きじゃねえ、偉いね。早起きじゃん。眠くないですかみんな。
夏休み過ぎたらやっぱみんな眠そうやったら眠いよね。そりゃ眠いわ、だって12時までやってるもんねえ。もう行くないですか。졸리안쓰니까졸리안쓰니까調理あすにかツイッターシェアしました。お、ありがとう。早起きできる人は私も本当に偉いと思う。そりゃ褒めるよ。自分がめっちゃ朝弱い人間だから、すごい早起き当たり前にできる人すごいかっこいいなって思いますね。オーラだ。いつか倒れちゃダメですよ。スリープだよね。ありがとね、朝から。かもさ、もうでも一回こう早起きの癖がついたらなんかできるんじゃろうけどね。本当に朝だけは苦手。パッと目覚めたら4時やった。おお、いいことや。早起きは三本の得やからね。またね、ありがとう。朝強い人本当に羨ましい。ゆらりん覚えた。本当覚えてな。そう、なんかあんまり寝てなさすぎて本当に2時間半しか寝てないから逆にそんな眠くないっていうね。早起きめっちゃ苦手。もうなんかなんて言うんだろう、一番苦手なことかもしれない、生きていく上で。寝坊してしまったし、電車も何も違えたし、イラリンに何も言えません。なんかまあね、推しに寝るって言うじゃないですか。いや、本当に5時半の女すごすぎる。本当に毎日これってね、すごいわ、ほんま。これ消そう。私なんかでも今日もね、今全然なんか起きるのはしんどくはなかったもん。なんか寝てなさすぎて、多分これがもうちょっと寝てると、もうちょっと寝てるとしんどいんだろうけど、寝てなさすぎてあんまり。おはよう。そこまで痛くなかった。ウケる。でも今回のショールームイベントでゆらもちょっとね、朝に強くなりたい。でも起きようと思えば人間は起きれるんだなって思うよね。今さらかいって話だけど、そうアラーム鳴らし続けてた。もう5時20分から、いや5時20分にね、そもそも起きるつもりはねなかったんよ。5時40分ぐらいに起きればいいけど、まあ、5時20分にアラームを鳴らして、そっから20分間ぐらい、まあ、ゴロゴロして、あの40分くらいに布団から出ればいいかなっていう考えだったんじゃけど、そもそも起きたのは5時55分だったもん。5時20分からアラームが鳴ったのは分かるんじゃけど、まあ、5時20分、あ、まだ寝れるなって思っちゃってね、また寝ちゃうんですよね、結果。だからもうそれなら最初から5時45分に鳴らしとけっていうお話ですよね。なんでできんじゃんって実際思ってる。そういう言い方嫌いじゃない。嬉しい。実はユーラ 1ADK だから。そうね、ハートありがとう。みんな間ね、でも推しメンが朝から配信する人はね、それで早起きの癖がついたりするのかもね。そうね、ありがとう。プーマありがとう。
いい傾向だね、それは。みゆみゆさんとかもいつも6時からやってるもんね。そう、でも布団から出るのが辛い時はもうね、部屋をあったかくしてね、暖房をつけてね、部屋をあったかくして起きるのがいいんだと思う、多分。おはよう、そうめん、ありがとう。まあでも起きれた時に見るっていうぐらいのスタンスでね、大丈夫だと思う。あ、推しの朝配信があるから今日は1時間しか寝れないみたいなぐらいになるんだったら、今日はもうゆっくり寝て、また次明日はゆっくり見ようぐらいでいいと思うよ。そうめん、ありがとう。ただ今はショールームイベント期間中なので、ちょっとだけお手伝いしてほしいです。今ちょっとそれは許さないです。早起きの癖はでもつけておいて損は絶対ないもんね。ショールームイベント中はダメです。厳しいからゆら。マスミャン、ありがとう。はずみさん、STU のゆらりんことゆらかりです。ありがとう。すっぴんごめんね。このイベントは皆さん応援します。ありがとう。早起きの癖つきすぎて2時に起きてしまう。それはもう早起きじゃなくて遅起きだよ、逆に。遅くまで起きてるっていうぐらいの時間だよ。お、早いね、サークルに行くの。また夜す、夕方からコスプレじゃない、カラオケ配信するよ、夕方から。初美さんって読むのが私のポリシーなんです。そうめん、だるまありがとう。今日は意外とスッキリ起きれた。もう確かにな、睡眠時間が短ければスッキリ起きれるんだなって思いましたよね、逆に。お風呂入る前とさ、ベッドに入る前もさ、布団が冷たくてヒヤってするのがゆらも苦手。いや、コスプレはしない、ただのカラオケ配信です、今日は。やっほー。ナースコス持ってないんだよね、欲しい。 STU さんのイベントもかなり激しくなるよか、まあ、確かに STU 結構ショールーム強いメンバーが多いからね。すっぴんだよ、だって理不尽だよね、そんなことない。すっぴんだよ、さっき起きたもん。誰や歌おう。そうね、今はね、ていうかなんかあのカラオケ配信はもともと月に1回やってるんだけど、なんかあの一日中座ってね、だらだら配信するだけだとね、見る方もね辛いかなと思ってね、何かしたいなと思って。チャイナ服も持ってないんだよね。カラオケやろうかなみたいな感じです。みんな朝からありがとうございます、本当に。リスナーのこと考えてくれてありがとう。リスナーさんのことしか考えてない、見てくださる方のことしか考えてない。言うたらカホタルさんのナースコス、私色違い持ってるんだよね、実は。何時間やろうかな、結構やると思う。でも京都のさつまいも、食べたことない。京都行きたい。京都は卒業旅行で行ったっきり、まだ行ってないですね。コスプレでカラオケしないよ、普通の服でやる。みんなが盛り上がってるだけだよ。うん、しないよ。
ヘレポンハートありがとう。ポリスってさ、そうあれアウトワードなんだって。私ドラフト候補生の時に110番だったので名前公開できない時にポリスちゃんにしてたんですよ、110番で。そしたらもうポリスちゃんがアウトワードだったので、みんな私のことを呼ぶたびにもうコメント欄が星星星ってなっちゃって、あポリスってアウトワードだったんだって思いましたね。そっからポリちゃんに変えました。しなぎ完了です、ありがとうございます。黒歴史って言わないで。そう、友達と一緒になんか浴衣を着て京都の街を歩きました。レンタル浴衣みたいなのして、ほんまや。リスはいけるんだけどね、ポリスになるとねアウトワードらしい。아침강한아침강한아침강한そう、ショールームの NG ワードってさ、え、それすら NG ワードなみたいなのが NG ワードですよね。なんか全然厳しすぎて全然なんか話が通じなくなっちゃうぐらい星になるよね。ゆらの浴衣、あー握手会でやったね、2日間、あれは楽しかった。お祭りも花火大会も行けなかったからみんなとちょっとお祭り気分味わえてすごく楽しかった。あの浴衣の日はそう、何にもこっちはさ変なこと考えずに打ってるのに星になっちゃうこととかあるよね。逆になんでそんなに意識してんのみたいなね。なんたれすぎなんだよがもうすでに星になってる。星星星、会いに行けずに思い出せよ、泣いてる。きっときっと来年もやるよ、来年も会いに来てな。かわいさの臨界点を突破したの、突破したの。マジすっぴんすぎてもうほんまに申し訳ない。ね、別にそんな悪いことを思って書いてるわけじゃないのにそれまで全部おじになっちゃうのみたいなあるよね。そこまで気にしなくていいよって。確かに。そうめん、スノードもありがとう。何を想像してんのそのワードでみたいなね。逆にこっちは何も考えずに打ってるのにそっちは何を想像してらっしゃるんですかみたいなね。あるよね。まあでもそういうのが星になるからこそ私たちがやりやすい環境でね、いいコメントばかりでできるっていうのもあるんですけどね。おう、カウントありがとう。今回のイベントから厳しくなったんだ。そうなんだ、全然わかんない。なんか自分はする側だからさ、コメント来る側じゃないからわかんない。よし、それでは一旦ゆっくりランキングを読んでパッと今日の予定を説明して、それな、星の部分何なんだよってちょっと解読できるようになってきたよね。やろうかな。今日は今からちょっとだけ時間を空けて7時15分
7時15分から7時15分から2回目の配信を始めます。6時45分で終わって7時15分からまた配信をして、でそっからの予定はまだ決めてないんだけど、とりあえず7時15分ネクスト7時15分予約入れておきます。7時15分、おお、オッケー、カムサムネだ、ありがとう。そんで、夕方からはカラオケ配信をしようと思います。それまでもなんかちょくちょく配信どんどんしていくと思うので、よろしくお願いします。ちゃんとご飯食べなさいよ、ありがとう。それではランキング読みたいと思います。おはパンダ、おはパンダ。13位がひょうわとメリーポピンズ全員さん、ありがとうございます。12位があつし、ありがとうございます。お、でもアットマーク変えてくれたら、あと愛知県の人、ゆらゆら、今日は自宅警備員、ありがとう。そして12位がなるこさん、ありがとうございます。11位がまさみくん、ありがとうございます。そして10位がエスト&Hさん、ありがとうございます。そして9位がまーちゃん、ありがとうございます。そして8位がグリーンさん、ありがとうございます。で7位がタレリップスさん、ありがとうございます。6位がゆまぽん、あとイベント3日目今日も楽しもう、ありがとう。そして5位が夜勤中のひでぽん、あと今日も一日頑張ろう、ありがとう。そして4位がリンジ、あとゆらきゃん、ありがとうございます。そして3位がうきさん、ありがとうございます。そして2位がプーマ、ありがとうございます。そして1位が七瀬信ずさん、七瀬信ずさん未だに感じる、七瀬信ずさん、ありがとうございます。皆様朝早くから星投げしてくださったり、カウントしてくださったり、ありがとう。初一位ありがとう、七千しずさん、覚えたよ、もう、ありがとうございます。次は7時15分からまたすぐやるので会いに来てくださると嬉しいです。おっちゃんスノードーム10個ありがとう。朝から牛丼と元気ですね。また予約入れておきますが、次は30分後の7時15分から配信を始めたいと思います。お星様集めよろしくお願いします。お手数ですが、また来ます、ありがとう。すぐまた会おうね、7時15分から。それではみんな朝ごはんとか食べてね、無理せずに、ありがとう、仮眠してください。また通知で起こしちゃうかもしれないけど、ありがとうね。それでは一旦バイバイです。バイバーイ。15分から会いましょう。またバイバーイ。完璧じゃないよ、全然完璧じゃないよ。とりあえず7時15分からと夕方のカラオケ配信は決まってるので、またちょくちょくショールームの方も予約入れておきますね。それでは7時15分、イエス、オッケーオッケー。15、7、15。それではまたね、バイバーイ。